言うまでもねえことだけどよ。手加減はしねえぜ父ちゃん。望むところだってばよ。本気でかかってこいボルト。お兄ちゃん頑張れ。影分身の術。あれはほかにがいつも使っている影分身の術だよ。お兄ちゃんも得意なの。影分身。さすが。くそ。手加減しねえとか言ってたよな。こんなもんか。おいボルト、何やってんだ。あ？な小細工よりカーマを使えよ。んだと。言ったろ、俺たちはカーマのことをもっと知る必要がある。どうすりゃこいつを取り除けるのか知るためにもな。まずは自在に操れるようになってなきゃ話にならねえぞ。なこと言ったってよ、出そうと思って出せるもんでもねえんだ。まだ慣れてねえってんだな。手伝ってやるよ。共鳴現象。カワキのカーマに反応したってこと？マジかよ。なるほど。止めなくていいんですか？ああ、いや、カワキの言うことも一理ある。確かに危険な力かもしれねえが、使ってりゃ分かることも多いだろう。よし、遠慮なくそいつでかかってこいってばよ。確かに父ちゃん相手なら心配ねえか。行くぜ。身体能力の大幅な向上、術の威力も増幅されてる。共鳴によって単純に強くなるわけだ。確かに大したパワーアップだな。力に頼ってちゃ足元救われるってばよ。承知の上だぜ。裏の裏を読めってな。七代目に一撃を。アミューバーグ。やっぱダメか。いや、カーマの力だけじゃなく、いい判断で動けるようになったな。よく鍛えてんじゃねえか、ボルト。まあな。何やってんだ、あれは。あれは和解の印だよ。勝負ごとの後にある忍びの儀式っていうか挨拶みたいなものかな。次は絶対一発入れっからな。